はいどうも達ンフィルムの達ンでございます、えー、今回の地震について、えー、報告したいと思います、えー、まずはツイッター、フェイスブック、ダイレクトメールなんかでですね、えー、大丈夫ですかということで声をかけていただいた連絡をいただいた皆様大変ありがとうございます、えー、私たちが、えー、やってるこのゆるいチャンネルなんですが えー、大分県日田市というところをベースで、ベースにしてやっております。で、大分県日田市が今回の地震が、えー、震度5強ということでした。で、えー、まあ、結構揺れましたね。で、まあ、タピープラスフィッシングクラブのメンバー、あの動画に出てくるメンバーは、も、メンバーたちは、 まあ、全然無事でした。えー、何も問題なくまあ、多少のですね、散らかったりとかっていうのはあったみたいですけどもで、僕の部屋も棚からヘルメットやらなんやらが落ちたりしてましたけどもまあ、今ちょっと掃除が終わって、えー、この動画を撮っておりますまあ、日田市内の方も特に、えー、何かが崩れたりとかっていうのはなかったみたいです、まあい どのくらいかな、30分ぐらいちょっと停電はしてましたけどですね、昨日の夜中ですね。で、まあ北、えー、の山間地の方は落石だったり、土砂崩れが起きてて、えー、通行止めのところが多々あるようです。で、えー、今日四4月16日の深夜から、えー、雨が結構降るようですね。 えー、で地震で地盤が緩んでたりするところがありますので、それに雨が降ると、土砂崩れの恐れがあるということで、えー、山間地に住んでる友達はちょっともう避難をしているようです。でまあえー、今回の動画、特にこの地震で僕たちの方は何もなかったよということを報告したいと思いまして、えー、アップさせていただきました。はい、で、まあ 余震がまだ続いてますので、えー、余震が、まだ地震が揺れてるエリアの方たちはですね、えー、寝不足だと思います。結構ですね、もうあの夜中にかけて大きい揺れが2日間ありましたので、えー、寝不足だと思います。僕も実質2日で、まあ、ほとんど寝れてないような感じなんですけども、まあ、 寝不足になるとですね、やっぱりこう風邪をひいたりなんたりするので、まあ、体の方には気をつけていただきたいと思います。はい、ということで、えー、タツリンフィルムのメンバー、えー、タピープラスフィッシングクラブのメンバーは皆、えー、無事でしたという報告でございました。 You don't, you want inside and